今年のセリーグ本塁打王、宮崎中田佐野が7本、オスナ・デビッドソンが6本、岡本大城、サンタナ・牧佐藤が5本、西川・ブリンソン・浜田・坂本・丸山田・村上が4本である。なんだかんだ岡本か村上が取りそう。よし、セリーグ全球団いるな。中田翔の足って結局どうだった？岡本村上やろな。デビッドソンワンちゃん。結局ヤクルトだろ。岡林がホームランバッター化する魔境神宮。実質オスナ・デビッドソン・岡本・サンタナ・佐藤・ブリンソン・村上。二重丸岡本丸村上、黒三角オスナ、白三角サンタナ。真面目に予想してみました。中日流7本、こいつを忘れるなよ。一応候補の小山阪神は3本です。ホームラン王って確変とかまぐれじゃ取れないイメージよな。ご視聴いただきありがとうございます。主に中日ネタを中心に毎日投稿していますので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。